はい、皆さんこんにちは、京香です。本日はこのような報告の機会をいただきましてありがとうございます。今日報告するタイトルは VR アカデミア視聴者アンケート2022年3月の調査結果ということで、以前行われましたこの VR アカデミアの視聴者アンケートについての報告です。最初にこの報告をするにあたっての謝辞を述べておきます。西あかねさんにはね、このアンケートデータを取っていただいたっていうことで、かなりのご苦労いただいたかなということと、このアンケートデータを使って、今回ね、報告する機会というのもいただくことができましたので、まあ最初にね、謝辞としてここに記しておきます。それでは、報告の内容に入っていきましょう。まず最初に、VR アカデミアって何ぞやっていう話なんだけど、まあバーチャル VTuber とかね、解説動画とかたくさん出されていると思うんですけども、その中で、まあゆっくり解説動画のようにタグで検索できるような、なんかそういうねシステムみたいなものがあるといいなっていうことで、 VR アカデミアみたいなタグ、まあ今で言う VR アカデミアなんだけど、まあ以前はねバーチャル YouTuber 大学っていうようなねタグを使われてたようなんですけども、そういうようなねタグがあればいいっていう意見を発端として設立された、そういうようなグループだそうです。でこのバーチャル YouTuber 大学のタグを使ってで解説動画とか出されているような、そういう緩いコミュニティっていうのがまあ元々だそうで、でその後ねこのバーチャル YouTuber 大学っていうのが VR アカデミアに名称が変更されて現在に至るということで、結構歴史があって、今月でね4周年になるような、そういうようなコミュニティらしいです。まあ、ちなみにね、このコミュニティね、割と緩い感じの横のつながりみたいなイメージなので、賛同する方だったら誰しもウェルカムらしいです。こういうようなね、VR アカデミアっていうものがありまして、で、初めてなのかな、視聴者アンケートを取ったということで、その視聴者アンケートの結果っていうのを今日はサーベイして報告していきたいなと思います。で、今回のアンケートなんですけども、調査期間っていうのは2022年の2月23日から3月31日ってことで、まあ約ね1ヶ月間です。で、回答方法、まあ調査方法っていうのは Google フォームを利用しています。で、告知には Twitter と Discord のサーバーを利用しているようです。今回ね、アンケート調査で得られた回答数っていうのは78件だったみたいです。質問項目っていうのは次の表にまとめておりますので、ちょっと確認してください。で、早速なんですけども、時間も限られているということで、集計結果の内容に入っていきます。まずアンケートのね、項目順に見ていこうかなと思います。最初の問いっていうのは、あなたはどれに当てはまりますかということで、回答者の属性を聞いたものですね。で、それを集計したものがこの図です。円グラフに表していますが、まず大多数が社会人ということで、大きく分けると社会人、大学院生、大学生というような部分に分けることができるかなと思うわけなんですけども、社会人というのがその中でも一番多くて、まあ 62% だと。で、社会人の中でもね、その他を除けば IT 技術関連がまあ最も多くて、次にね、教育関連が多いと。で、次にボリュームとして多いのは大学院生、そして大学生と続いていくと。で、高校生、大学教員とか、小中学生もありまして、1% ほどと。まあ、秘密っていうのも 1% ほどあったと。いうことで、大多数っていうのがね、まあ、社会人だったと。ちなみに社会人大学院生はね、今回は大学院生に含めております。では次の問い見てみましょうか。次の問いというのは VR アカデミアを知ったきっかけは何ですかっていうことなんですけども、鼓動した人が VR アカデミアに参加していたっていうのがね、一番多く、まあ、40% 超えているっていうことですね。なので、動画と解説動画とか講義動画を見て、その人が VR アカデミアに参加しているっていうことを知って、VR アカデミアにね、興味を持つ VR アカデミアを知るというようなパスがありそうです。では次の問い進んでいきましょう。VR アカデミアの活動をフォローしている理由を教えてくださいっていうことなんですけども、まず動画配信を視聴するためっていうのが一番ボリューム増としては大きいですね。4分の3。まあそりゃそうだろうなって感じなんですけども、あとその次に交流会に参加するためっていうのが続きます。なので割とね、交流会っていうのが VR アカデミアをフォローする、まあ、インセンティブになってる可能性っていうのはありますね。で、次の問い見てみましょうか。利用視聴したことのあるコンテンツを教えてくださいっていう質問項目なんですけども、まず公式ウェブページ、意外と見られている約半数ぐらいの、ね、方がね、見ていると。あとディスコードキャンパス、これも3割強の人たちが見ているってことですね。で、他にもね、コラボ企画とか、それに続いているということですね。
では次の項目見てみましょう。この項目っていうのが、意外と面白いというか、皆さん興味があることかなと思います。これに関してはね、コンテンツを作る側、配信者サイドの方々に興味を持ってもらえるような項目かなと思います。興味のある分野は何ですかっていうふうに聞いているわけなんですけども、ざっくりね、文科省が定めている基準に従って、文系とか理系とか、いろんなね、分野でちょっと集計してみました。こうやって見てみると、総合診療域系というのも、割とね、理系なんでね。そういうふうに考えると、半数以上は、理系に興味があると。で、人文社会系は半々とはいかなかったんですけど、割と思ったよりも文系っていうのが興味を持ってもらえてるのかなと思います。その中でも人文学っていうのが、全体の約4分の1ぐらい。その次、人文社会の中では、社会科学っていうのが続いていると。で、社会科学の中では心理学、経済学とか。で、人文学の中では哲学が最もね、興味を持たれていて、次に言語学、そしてその他というふうに続いていきます。で、理系の場合は結構ボリュームあるわけなんですけども、理工系、生物系、新領域系とかね、分けてみると、理工系がやっぱり多いなって思いますね。理工系の中でも一番多いのが、生物系化学っていうような分野ですね。そして生物系では、生物学よりも医師薬学っていうところが興味を持たれている分野として大きいんだなっていうことがわかります。これは回答してくれた人全員を、アグリゲートした図なので、それぞれね、社会人、大学院生、大学生、分けてみましょうと。社会人で見た場合というのは、こういうような分布となっています。で、社会人では、物理学とか天文学とか、地球科学、生物学、数学、農学とか、そして工学、建築学、教育学、科学っていうのが、表が入っていたということですね。割とここは拮抗していると。では次に、大学生で見ると、数学、心理学、工学っていうのが、一番人気だったということですね。で、大学院生で見ると、こんな形ですね。大学院生は割と拮抗してるところが多いということで、上から順番に歴史学、薬学、物理学、哲学、地理学、地球科学、生物学、数学、宗教学、社会学、産業、農学ほか、工学、建築学、経済学、科学、医学みたいな形で、ここに、3票ずつ入ってるっていうような形となっておりました。ちょっと黒字集計っぽくしてみたのが次の表です。これを見てみると、全体の中で社会人、大学生、大学院生に分けた上で、どこの分野に最もね、票が入っていたかっていうのを見てみると、大学生の中での、心理学、数学、工学だったかなっていうのが一番票が多かったかなと思います。あと社会人のね、生物学だったかなっていうところに最もね、票が集まっておりました。他のところっていうのは、コンテンツ自体が少なくて、興味を持たれているっていう回答者数が少なかった可能性もあるので、潜在的にね、こういう薄くなってる部分のコンテンツを増やすことによって、需要っていうのを生み出すことはできるかもしれませんし、こういう社会人かつこの分野みたいな形で、興味を持ってる部分っていうのが、こういうふうにして表にしてみると見えてくるので、その部分の強化みたいなものをしていくと良いのかもしれないなっていうことです。では、次にコンテンツの視聴媒体について聞いた質問です。スマホ、PC、その他ですね。って形になってるわけなんですけども、半数以上、63%の視聴者っていうのは、PC で視聴していると。で、スマホで視聴している視聴者っていうのが3割。この3割を多いと見るか少ないと見るか、そういう価値観はとりあえず置いといて、スマホで見てる人っていうのが3割なんで、これを多いとするんであれば、ちょっとスマホに対応したような文字の大きさとか考えた方がいいのかな、みたいな。PC で、視聴してる人がね、大多数だなっていうのをね、感じ取ればね、そんなに文字とかコンテンツを大きくしなくても意外と見えるんだな、みたいな形にね、そういうふうに捉えてもいいのかなと思います。では、どのような時に視聴しているかっていう問いを見てみましょうと。そうすると、仕事、学業が終わった後だとか、暇時間っていうのが、多くなりますね。そうですよね。大体隙間時間に YouTube っていうのを見るかなと思います。ちなみに食事中っていうのが、すごい少数派としていたわけなんですけども、ある意味ね、隙間時間かもしれません。で、さらにその、どのような時に視聴していますかっていうのを、社会人、大学院生、大学生に分けてみました。
そんなに面白いことが言えるかっていうのはちょっと微妙なんですけども、もちろん社会人で見てみると、まあ社会人だと、まあ仕事が終わった後とか隙間時間というのがまあ多くなると、あと土日祝日が他の学生に比べて、多くなりますよねっていうのは見えますね。かたや、まあ、大学院生見てみると、隙間時間とか別の作業をしながら視聴っていうのが多くなってきて、仕事学業が終わった後とかは逆に少なくなっているということですね。だからながら見をすることが多いのかなっていうふうに感じられますね。逆に社会人の方の場合は、その仕事とか学業が終わった後にそれに集中して見てるっていう可能性っていうのがここら辺からちょっと見えてくるのかなと思います。では、さらに視聴デバイス別に見てみましょうかっていうのが、次の集計です。で、仕事学業が終わった後っていうのが一番多かったわけですけど、あと隙間時間と。そうすると主に PC で視聴しているっていうのがね、一番多いんですけど、この項目、先ほど見たスマホと PC のパーセンテージ、円グラフで見たね、パーセンテージとそんなに変わらないんで、それをね、その割合で暗分したみたいな形になってて、そんなに面白くないんですけども、少し、アグリゲートしたものと違うのは、その仕事、学業が終わった後っていうのは、PC で視聴しているっていう割合が隙間時間に比べると多くなりますよねっていう、まあ当たり前なんですけども、隙間時間っていうのは相対的にスマホを使って視聴しているっていう人がまあ増えてるんだろうなっていうことです。では次の問いに行きましょう。動画や生放送の情報はどこから知りますかという問いなんですけども、だいたいフォローしている人の Twitter っていうのが大多数で、フォローしている人の YouTube チャンネルっていうのがこの問いに続くと、フォローしている人から知りますよっていうことですね。つまり VR アカデミアを知ってもらうためには、フォローしている人、というかね、VR アカデミアで活動している人が、できるだけね、情報発信する必要っていうのがあるのかな、というふうに感じます。次に、どのようなコンテンツを視聴していますかという問いに移っていきましょう。大体動画。こういうね、講義系のコンテンツっていうのは、生放送よりも多分ね、動画の方が親和性が高いので、まあ大体ね、動画で視聴している人が多いんでしょう。まあ逆に生放送でやってるような配信者さんっていうのが少ない可能性もありますね。なので、どちらが先かっていうのはわからないんですけども、動画を見ている人っていうのが、まあ、ボリュームとして一番多いということが明らかとなっています。で、次に、視聴の理由は何ですかという問いですね。自身の勉強のためっていうのが、最もね、回答者数が多い項目でした。まあ、すごい意識高いよね。で、次に、娯楽として楽しむため、新しい情報を得るため、みたいな感じで続いていきます。最後になりますが、今後どのようなコンテンツを見たいですかっていうような問いです。それに対して一番回答者数が多いのが、基本的な知識を得られる、知れる講座系のコンテンツ。そして2番目っていうのが、専門性が高く難易度が高めの講座系コンテンツということで、この1位、2位っていうのは、講義系ですね。そういうようなコンテンツっていうのが、まあ、1位になっています。で、逆にエンターテインメント寄りのコンテンツとかコラボとか、そういうのが下の方に来ていると。いうことで、まあ大体ね、アカデミックなというかね、学術的な動画っていうのが、やっぱり VR アカデミアには求められているんだろうなと、まあそういうことが明らかになったということです。結構矢継ぎ早に話してしまいましたが、以上がね、今回のアンケート結果のデータの集計でした。ちなみに今回のアンケート調査っていうのは、まあワンショットのアンケートっていうのを元にしています。で、また回答者数がね、78っていうことで、ちょっと少ないって言われるかもしれないんですけども、回答者数が少ないということで、分析結果にバイアスがあることっていうのは、まあ、否定することはできません。なので、今後の方向性として、より精度を高めるために、質問項目っていうのもしっかり再考して、継続的に調査を行っていくということが求められるかなと思います。以上で、評価の報告を終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。バイバイ。